キーマ、ムンバイにて、キーマカレーは、インド料理の一つ。ひき肉を用いて作ったカレー料理。ヒンドゥスターニー語で、キーマーは、こま切れ肉、または、ひき肉を意味する。キーマカレーは、ひき肉のカレー料理というだけの意味に過ぎず、特定の調理法があるわけではない。広大な、インドアタイクでは、地域や宗教により、素材も、料理法も、非常に種類が多く、現地では、 日本のドライカレーとほとんど同じようなものから、煮込んだスープや肉団子のカレーなど、日本で見る、キーマカレーとは似ても似つかないものもある。肉は何でも素材にされるが、インドでは宗教的な食の禁忌により、羊やヤギもしくは鶏肉を使ったキーマカレーがほとんどで、牛肉、豚肉を使ったキーマカレーは少数派である。素材は、ひき肉のほか、ギー、玉ねぎ、 ニンニクや生姜などのスパイスが使われている。またトマトや、ナスやジャガイモ、ひよこ豆などの野菜を加えたり、グリーンピースを添えることも多く、ヒンディー語で、キーマーマタル、ひき肉とグリーンピースと呼ぶ。ライスやチャパティと共に食べることが多いが、寒さや、何に詰めて食べることもある。日本では、スパゲティミートソースやマーボー豆腐の類推またそのこともあって子供も馴染みやすい、加えて、 昨今のスパイスカレーへの注目といった様々な理由によりカレーの中でも人気である。ひき肉で作るドライカレーは日本で独自の発展をしているが、ひき肉のカレーという点で一種のキーマカレーと言える。日本に普及し始めた当時、羊やヤギ肉が手に入りづらかったため、鶏肉を使ったキーマカレーが普及した。日本で初めて鶏肉を使った キーマカレーを出したのは1954年創業のインド料理店アジャンタと言われている。当時日本ではマトン肉が入手しにくく、その代用としてであった。ありがとうございます。